よいしょ。現場男子の日常の光です。いつも動画をご覧いただきましてありがとうございます。大変ありがたいことにですね、チャンネル登録者数が8000人を超えることができました。ありがとうございます。そしてですね、今月でチャンネルを開設して2周年になりました。続けるということがあまり得意じゃない人間なので、まずここまで YouTube が続いたっていうのはすごく僕の中では頑張ったんじゃないかなと思いますし、最近登録してくださった方ですとか、このチャンネルが登録者が100人にも満たない日からですね、見てくださっている方も、いらっしゃるのかなと思うとですね、本当にありがたいなと思います。いつも本当に見てくださってありがとうございます。ということでですね、まあ、正直質問コーナーしても質問全く来ないんじゃないかなっていう不安の方が大きくて、まあ、8000人というあの霧のいい数字迎えることができましたので、まあ、本当に勝手ながら質問コーナーをさせていただきたいと思います。皆様からご質問いただきましてありがとうございます。答えさせていただければなと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。質問なんですが、何が楽しみに生きてますか？質問ありがとうございます。何を楽しみに生きてるか、そうですね、まあ、今で言うと、彼女との結婚だったりとか、まあ、親孝行、兄弟孝行、あと、まあ、趣味的な部分で言えばいろんな映画見たいなとか、あとは YouTube を続けて登録者1万人というですね、まずそこに行けたらいいなと思っています。質問ありがとうございました。それでは次に行きたいと思います。部屋にある一番お気に入りのものは何ですか？ありがとうございます。部屋にある一番お気に入りのものは何でしょうね。まあ、お金で買えないっていう部分で言えば、今までですね、彼女がくれた手紙とかアルバムとか、まあ、ここに保管してるんですけど、まあ、こういったものはやっぱりすごいありがたいなと思ってここに大事に入れてますし、僕ガンダムが好きなんですけど、前の会社で勤めてた時にこの先輩がですね、組み立てて色を塗って、なんかこういうところにもなんかその文字を入れてくれたりだとかしてくれた、このペーネロペっていうガンダムなんですけど、やっぱりあの目に入るたびかっこいいなと思います。質問ありがとうございました。映画とか音楽とかすごく好きだと思うんですが、月どれくらい映画鑑賞されますか？あと今ハマっている音楽なんですか？ご質問ありがとうございます。そうですね、月何本ぐらいですかね。まあ多いと月6本とか、邦画が好きなので8割ぐらいで、洋画とかアニメの映画も見ますね。今年見てすごく印象に残ったのは魚の子とか窓辺にてとかですかね。そういった映画が好きです。ハマっている音楽、そうですね、まあ、高校生の頃からずっと好きなのはマキシマムザホルモンさんですね。自分を励ますために最近聴いているのはスーパービーバーさんの突破口という曲なんですけど、あれを聴いてもうめちゃくちゃ、すごく今その曲に励まされております。ありがとうございます。ダニエル様のことをもっと知りたいです。ありがとうございます。ですね、ダニエルは、まあ、見てわかる通りミニチュアダックスなんですけど、彼との出会いはですね、15年前ですね、僕が小学6年生の時に家に帰ったら犬がいて、それがダニエルでした。で、彼を連れてきたのは僕の姉で、姉がですね、父と、まあ、ホームセンターのペットコーナー行った時に、まあ、ダニエルがいて、で、ダニエルはもうその育ちすぎてて、もう少し時間が経つともう殺処分される犬だったんですけども、まあ姉曰くですね、ダニエルがやたらと見てきたというか、じゃあこの子にするということで、ダニエルを連れてきてくれたようです。で、ダニエルという名前の由来はですね、まあ、父が牧師だったりするので、まあ聖書が家にあるんですけど、ダニエル書っていう箇所があるんですけど、うちの犬はダニエルとなってます。はい。で、僕自身ですね、あの小学1年生の時に大きな犬にですね、頭を噛まれたことがあってですね、犬恐怖症で、最初ダニエルめちゃくちゃ怖かったんですけども、で、あとダニエルからもすごい舐められてですね、多分同等のあれに見られてて、全然その言うこと聞いてくれないんですけど、まあ、ダニエルは15歳、人間でいう70代後半ぐらいのね、年齢らしいんですけど、やっぱりだんだん目が白くなってきたりとか、階段とかを自分で上がれなくなってきたりとかね、ああ、なんか時間経ってるんだなって思ってですね、なんかちょっとね、寂しさもあるんですけど、まあその分 YouTube でいっぱい動画を撮ってまあそうすると形としても残りますし、で、まあ彼はね、嫌かもしれませんけど、こうやっていっぱい抱っこしてあげたいなって思っております。
ご質問ありがとうございます。ではですね、次の質問に行かせていただきます。ざっくりでいいので、どんな生い立ち、子供の時どんな子供だったか教えてほしいです。ありがとうございます。僕生まれは新潟なんですけど、でもすぐに引っ越しをして、で僕の記憶の始まりが和歌山県だったんですけど、和歌山県田辺市っていうところに住んでて、小学2年生までですかね。僕あんまり外で遊ぶのが好きじゃなくて、僕もう完全中でゲームする方が大好きだったんで、ずっとゲームしてましたね。で、あと僕史上最大のモテ期が小学2年生までだったんで、もう男の子友達よりも女の子友達の方がいた時代でしたね。はい、調子乗ってました。で、小学3年生から中学3年生までは神奈川県に引っ越しをして、神奈川県の相模原市緑区橋本っていうところで育ちました。僕最初紀州弁って言って、まあちょっと関西弁っぽくてですね、やっぱ関東と関西ってやっぱその人柄も全然違くて、やっぱそのギャップに苦しんだり、まあ一日不登校になったんですけど、行くしかないかと思って学校行きました。和歌山の頃と一転して、もう女子からめちゃくちゃ嫌われて、ほぼ女子と喋らなかったんじゃないですか。本当業務的なこと以外は全く喋らなくて、もう中学は特にもう男子との関わりしかなかったですね。中学時代はもう AKB48 が全盛期だったので、まあ、僕は篠田麻里子さんを神推ししていたんですけども、まあそれと、まああと部活はノリで入った野球部で、ずっと補欠で、足だけ部で一番速かったんですけど、監督から陸上部行った方が、もっと活躍できる。打診されたぐらい野球のセンスはなかったんですけど、まあでも何やかんや楽しく過ごしてましたね。はい、まあ、ちょっと荒れた中学だったんで、まあ、いじめられたりもしましたし、いろいろあったんですけど、まあ中学3年生になったらなんだかんだ楽しいことの方が多くて、で中学卒業して高校から今に至るまで新潟にいます。で僕の通ってた高校は寮があって、まあ金銭的事情もあるんですけども、1年半寮生して、1年半は自宅から片道2時間かけて高校に行ったりしてましたね。高校生の時は、まあ、寮生の時、まあ、僕の行ってた高校結構低学になりやすい高校で、僕もまあこんななんですけど、1年生の入って半年足らずで2回停学してですね、たくさん両親や先生たちにご迷惑をおかけしました。まあ、夜の寮抜け出してすき家を食べに行ったりとか、寮の門限を破ったりみたいな感じで、停学になってしまいました。当時はたくさん迷惑をかけましたですね。部活は、まあ、バドミントン部という名のパズドラ部みたいな、パズドラっていう当時アプリがめちゃくちゃ流行ってたんですけど、で野球部途中で誘われて入って、ねちょっとピッチャーとかやらせてもらったりして、でも肺炎になっちゃって激しい運動が厳しくなってやめました。でちょろっと声楽部入ったり、わけわかんない学生時代でしたね。大学もですね、新潟の大学に行って、でそこでは福祉を学びまして、最初はですねソーシャルワーカーになるのが目的だったんですけども、大学2年生の時にですね、植物状態の障害を持たれた方と出会って、まあ、そういった方々がたくさんいる施設に行ったんですけども、それを見た時にですね、あ、僕はなんかここまでの思いを持って福祉に向き合う準備というか心構えがなかったなと思って、ソーシャルワーカーを辞めました。でそこから、まあ、卒業まで一応福祉分野にはいて、まあ、その福祉の観点を持って、まあ、一般企業で働くのはどうだろうみたいな、そういう、まあ、コースがあって、まあ、そこで、まあ、学ばせていただいて、で卒業後はですね、葬儀屋で、まあ、人の死に触れられる仕事っていうのはとても意味があるんじゃないかなと思って、そこで勤めまして、そして父の病気があって転職して今ここに至ります。ご質問ありがとうございます。次の質問いきます。好きなラーメン屋、過去おすすめランキングを知りたいですということで、ありがとうございます。そうですね、好きなラーメン屋さんで言うと、背脂系で言うとですね、清流さんっていうラーメン屋さんがあるんですけども、僕はそこが一番好きだったりしますし、あとはですねラーメン玄陽さんとか、ラーメン一位さんですね、あっちゃん屋さんとか、ああいうチャーハンとラーメンもすごく好きですね。で思い出補正もだいぶあるんですが、ラーメンイエローさんとラーメン二郎新潟店さんも好きですね。ぜひ新潟に来た際はぜひ食べてみてください。質問ありがとうございます。ヒャル君の一番好きな色は何ですか。ご質問ありがとうございます。色はですね、僕緑色が好きです。なんで好きになったかっていうと、彼女に似合うって言われたから
です。ありがとうございます。はい、新潟のバスターミナルでテレビでよく出てくるカレーは食べたことありますかということで、ご質問ありがとうございます。ないです。意外とですね、地元住んでると、いつでも食べれるやっていう感じになって、なんか行かないですよね。なんで今度食べてみたいと思います。ありがとうございました。彼女さんとの馴れ初め、ありがとうございます。出会ったのは10年前ですね。最寄りの駅が一緒で、そこで出会ったんですけども、彼女は1個下なんですけど、まあ今でこそ彼女はですね、そんな感じはないんですけど、最初会った時の彼女って、すごい見た目が不良みたいだったんですよね。髪がすごく長くて、なんかスカートもすごい短くて、で、僕、まあ高校時代も女子と全然喋ってないタイプだったんで、で、まあいきなり話しかけてきてくれて、なんで僕に話しかけてくるのかなと思うじゃないですか。ちょっと大変偏見がありますけど、髪の毛が長くてスカート短くてちょっとギャルっぽいというか不良っぽい見た目 してたんで、あ、こうやってね、僕みたいなイケてない男をからかって遊んでやがるんだなって僕は思って、そんな手に乗ってたまるかって思ってですね、最初めちゃくちゃ警戒してたんですけど、めっちゃ失礼ですね。まあ当時僕、まあ高校の寮を辞めて毎朝5時半起きをしてて、まあ結構その部活もちゃんとやってなかったもんで、高校に行く理由がなかったんですよね。なんか明確にこれがあるから高校に行きたいなっていう理由がマジでなくて、まあ友達に会えるってのはあるんですけど、でも何かそのもっと決定だというか強くドンってくるものじゃなくてですね、両親がお金を出してくれてね通っているんで、まあ3年間はちゃんと通わないとなみたいな、それだけで通ってて、すごくなんか行き帰りもね、まあ4時間ぐらいかけて1日のうちもうヘトヘトになってもう帰ったら寝るだけみたいな感じだったんですけど、でも彼女と出会ってですね、毎朝電車が来るまでの本当に5分にも満たない時間だったんですけど、朝彼女と話してほんのちょっとね会話をするだけですごく嬉しくて、こんなね可愛いこと話せて嬉しいなぁって思ってね、朝からハッピーな気持ちになって学校に行ってて、そこが始まりですね。だから本当に彼女との出会いがなければ僕にとって高校生活はもしかしたら暗黒時代になっていた可能性があったんですけども、彼女から告白をしていただいて、まあお付き合いをさせてもらって、ここからなんか不思議と高校生活がねなんか楽しくなって、友達がまた増えたりとか、あんまりね話してなかったその女子とかもね少しずつ話せる人が増えたりとかして、なんかその高校生活がなんか上向いたというか、あれ本当にもう彼女との出会いがなければ僕の今は変わってないですし、こんな僕と今に至るまで一緒にいてもらっているっていうのは本当にもう奇跡なんじゃないかなと僕はすごく思ってます。ありがとうございます。彼女との結婚など光くんの考えを教えてくださいということで、ありがとうございます。来年の目標は、まあ、彼女とのこれからっていうのもより明確に考えていかなければいけないなと思っておりまして、まあ、結婚については彼女が20代のうちに結婚遅くてもそこまでにできたらいいんじゃないかなと今思っています。来年の目標は、まあ、仕事を頑張る、引き続き彼女の存在に感謝して親孝行をして兄弟孝行して友達にね何か大会したいなと、まあ、YouTube で言うとやっぱ登録者1万人という、まあ、一つ壁があると思うんで、それを乗り越えてみたいなと思っております。ご質問ありがとうございます。彼女さんとの長続きの何だと考えていますか。ありがとうございます。もう彼女が優しいから一択だとは思うんですけど、であと一番今僕たち的に大事にしてるのは会話ですかね。今日何があったとか、お互いの今悩んでることを聞いたりとか、そうすることでやっぱりお互いのことをね、やっぱりまだまだ9年至ってわからないこともいっぱいあるんで、たくさん話すってことを意識していくことが多分大事なのかなと思ってます。ありがとうございます。秋に平和と言っているものは、あれはどこの商品ですかというのをご質問いただきました。ありがとうございます。あれはですね、僕がいつも脇に塗っているのはこのですね、シークレットっていう商品になります。アメリカのやつですかね。まあこういう感じで脇に塗るものになっているんですけども、まあ、この商品はですね、小学6年生の時にちょっと体臭で悩んでいた僕に姉が買ってきてくれたものなんですけど、これのいいところはですね、多分他の日本で売ってる方向、こういう塗ったりするやつよりも匂いが強いっていうところですかね。なんで僕の体臭とか日本の製品もいろいろ試したんですけど、あんまりカバーしてくれない、まあカバーしきれないっていう感じで、やっぱりどこか出かけたりとか長時間誰かと一緒にいるって時はですね、これを僕は塗っておくことがなんか一つのお守りみたいになっててですね、ただこれデメリットが一つあって
て、これ物質的なものなのかはよくわからないんですけども、なんかね、白い服を着てこれを何回も塗っていくとですね、だんだんその脇の部分がなんか黄色くなってきやすいですよね。なので、もし白い服をたくさん着られる方だと、ちょっとこれはやめておいた方がいいかもしれないですね。5本セットでいくらだったかな、5本セットで2529円になります。お悩みの方いらっしゃればぜひお試ししてみてください。いつもありがとうございます。多くの方からいただいたのは、画角が細かく変わって大変じゃないんでしょうかという部分をですね、何人かの方からご質問いただきまして、ありがとうございます。正直僕的に一番嬉しいお褒めの言葉ですね。で、基本ですね、僕 YouTube を撮影しているのは、今この動画を撮っている iPhone12 なんですけども、それ1台でやらせてもらってます。普段の生活なんですけど、でもなんかいろんな画角があった方がね、見てる方が面白いんじゃないかなと思って、映画とかを見たりして、こういう画角あるんだっていうのを勉強させてもらってます。これは多分動画素材と言われるものが多いかなと思います。平均で言うと200個から300個ぐらいですかね。何回か同じ動きをして、なんかその矛盾が極力生まれないように、たまにうまくつながってない部分もあるんですけど、でもやっぱ見てる方が少しでも飽きづらい映像の方がいいんじゃないかなと思って、このない頭をフル回転させていただいてやっていますね。はい、ありがとうございます。仕事の運転などは怖くないんですか？質問ありがとうございます。めっちゃ怖いです僕今の会社を選んだのは、ゴミ収集車に乗ってる方々がすごく楽しそうに働いてたなと思って、いいなと思って入ったんですけど、でもね、待てよと思って、僕運転得意じゃないな。前の会社でも5回ぐらい車をぶつけてますし、今の会社でも2回かな。トラックってミラーがちょっと外に出てるんで、ちょっとそれが他の場所に当たっちゃったりとか、あとバックモニターついてないトラックだと、多分運転得意じゃないんで、その空間認識能力みたいなのが多分相当低くて、ちょうどいいと思ったら、あれ思ったより下がってよかったなとか、結構矛盾がですね、僕結構多くて、でも本当に怖い時は本当にもう情けないですけど、涙目になりながらこうやって運転してるんで、向いては多分ないと思うんですけども、今与えられてる仕事かなと思って一生懸命頑張っています。多分お体ね、とても大変なお仕事だと思いますので、ぜひお体とご自分の心を大事になさってください。ご質問ありがとうございます。 YouTube を始めようと思ったきっかけ、また YouTube から学んだことは何ですか、ということですね。ありがとうございます。 YouTube を始めようと思ったきっかけは、お金を稼ぎたいなと思ったからですね。彼女との結婚資金とか貯金がはかどるなと思って始めました。でも僕は収益化と言われるですね、登録者1000名と貯金、確か1年だったかな、再生時間4000時間というものがあるんですけども、それをクリアするまで僕7ヶ月かかって、もう何十回もやめよう、もう何十回じゃ聞かないか、300回ももうやめようってね思ったんですけども、でもなんとか本当にその当時から見てくださっている方とか、彼女とか今まで出会ってきた友達とかね、にすごく動画めっちゃいいやん、応援してるよみたいに言ってもらえて、でそういった言葉ってすごい力があって励まされてきました。大変でしたけどね大変でした。学んだこと、やっぱり挑戦すると意外とできることもあるんだなと思いましたね。もうやんなきゃよかったかもってやっぱなったんですけど、でもやっぱりやめれば今まで通りの生活以上なものはないけど、でも続ければもしかしたら可能性がね増えるかもしれないと思ってやりました。なのでやっぱり続けることの大切さと、意外と自分もできるんだなっていうことかなと思いますね。大変なことの方が圧倒的に多いですけど、でもそれをしなければ得られない喜びがあったので、それはとっても良かったなと思います。ご質問ありがとうございました。改めましてたくさんのご質問ありがとうございました。僕の動画を見てくださっている方がいるんだなっていうことにですね、めちゃくちゃ感動しますし、ありがたいなと。これからも動画投稿続けていきたいと思いますので、こんな僕ですけどもよろしくお願いします。もしかしたら言葉足らずなところもあったり、ちょっと話すの得意じゃないので、あまりちょっとうまく表現できていなかったら本当にすいません。よろしくお願いします。現場男子の日常のヒカルでした。